UCO の山口です。石田です。今日はですね、1年3ヶ月ぐらいかな、ちょっとお休みというか、更新もしていなかった UCO が再起動するということで、共同代表の石田さんから一言いただこうかなみたいな、そんな固い話ではないんですけど、すいません。ちょっと違うよね。で、UCO っていうのは、本来自治を大切にするいろいろな活動をするコミュニティをつないでいこうというふうな形の媒体としてスタートしたわけですけれどそうでも、すよね。でもなかなかそういうふうなことが、伝わらないかったり、そういうふうな、つなぎ手としての役割っていうのがなかなかうまくできていなかったりってするので、少し考え方やり方みたいなことを変えて、本来僕たちが進めようとしている自治っていうふうなことが、どういうことなのかっていうことをいろいろな、例えば講座であったりとか、いろいろな人のその視点からのレポートを通じて、発信していこうというふうな形で今後進めていきたいと思ってるわけですよね。そうなんですよね。なんか今までこうやってきたのはどっちかっていうと、こういろんな活動をしてる人を追っかけてって、その切り口から何かを組み立てようとしてたんですけれども、追っかけるだけに終始してたので、そうではなくて、もう一回、自治というキーワードに、引き戻すというか、自治という視点から全てをスタートさせるというか、そういう活動にしようということですよね。そうですね。で、一つコンセプト的というか、テーマ的なことで、自治の進化を構想するっていうふうなことを一つ掲げて、それのもとにいろいろな情報を発信していったり、いろいろなその学識経験者や実践している人たちの、なことを載せていこうというふうに思っているわけです。で、その自治の進化を構想する、そのどういうふうな自治を僕たちが考えているのかっていうふうなことを、まず一つ講座として始めていきたいって今考えてまして、それは7月ぐらいから始めていきたいと思ってるわけですけれども、山口さんとして、これまで、商店街のことであったりとか、自治会のこともされてきたと思いますけれども、山口さんとしてはどういうふうな、これまでの自治という概念についてどう思われてます？割とこうネガティブというか、商店街でいうと沈みゆく船なんですよ。泥船なわけですよ。言ったら残念ながら、そのやる気のない人もいるし、すごくやろうとする人もいるし、それから商店街って不思議な組織で、サービス業と物販と、それから飲食業が3つの業態が混ざってて、3つの業態の人たちが一つになってやることってないんですよ、実は。で、商店街自体はみんな一匹狼じゃないですか、基本的に。で、そこへ立地のいいところだとチェーン店が入ってくる。チェーン店は雇われ店長で来る。そんな商店街のことなんかはもう100分の1もできない。で、もう仕事も忙しいみたいな感じで、地域との接点をどう見るかっていう、地域ということだけがキーワードで集まってる、寄り合い所帯なわけですよ。なるほど。もう全然方向性も違う人たちが、その沈みゆく商店街という泥舟に乗ってですね、でこれ毎月2500円とか3000円とか払わなあかんのかみたいないう戦いでしたから、むしろね、商店街に関しては、例えば本当に別途やる気のある、飲食店を全部束ねて NPO なりでやったり、で大阪市内で初めてバルをやったのは実は福島区なんですけれども、
まあ、のだばるっていうのを始めて、まあ、僕が始めたわけじゃないんですけどね、まあ、僕ら協力しただけなんですけど、結局そういうなんか横のつながり、同じ業種での横のつながりっていうのは作れるんだけれども、うん、みたいな、すみません商店街語りになってしまいましたが、なんか結構だから既存のこうコミュニティをどう次の形にしていくのかっていうのは、まあすごい難しいところに来てるんだとは思います。まあ自治会っていう形のまあ、振興町会みたいな形態がずっとほぼほぼ戦後続いてきてたわけですけれども、私も一応自治会長をやっているので。振興町会との関わりとか、地域の、まあ、そういったイベントであったりとか、まあ、子ども会も含めていろいろ関わりはありますけれども、これ も、 もう温度差それぞれでやっぱりあって、その振興町会ごとでも大きな振興町会という単位ででも、まあ一生懸命やってるところと、まあ、そこそこで終わってるところっていうのは温度差もありますし、いや、まあ、これまででもやっぱりもう抜けていき、いく、要するに、町会構成ができなくなって町会としてもうちょっと振興町会やめますみたいなところも出てきているので、非常にそこの部分、まあ、年齢層の高齢化みたいなこともあるので非常に難しくなってるなというところも、現実としては見てるけれども、まあ、それだけじゃなくって、その人と人との結びつきっていうのが、そういう今までの自治会みたいなコミュニティ単位であったりとか商店街のコミュニティ単位みたいな部分さえもやっぱりそこはもうほぼほぼ崩壊しつつあって、新しい結びつきみたいなことがやっぱり必要なんじゃないかなっていう、まあそういうふうな視点もありますよね。若い子らがじゃあ全くそのコミュニティに興味がないんかっていうと意外とそうでもないし、で社会問題解決に関しても興味があるし、そういうなんていうんだろう、いろんなことに興味があるのに、最終的にその受け皿が自治会でもなければ商店街でもないとで NPO なんかとか、いやそういうことでもなく、そのボランティア協会なりがそれを担ってるのかというとそれも微妙でみたいな。だから、まあ、受け皿論ではないんですけれども、まあ、僕らはどこを目指していってるのかっていうのは意外となんか多種多様になりすぎて、まあ、見えない状況にはありますよね。今地域で、そういう意味で一つのコミュニティとして そこそこ成り立っていってるっていうのが、子ども食堂というのが一つあると思うんですよね。で子ども食堂は実は行政とは離れたところで、もう全くの地域のボランティアと地域活動をしている人たちで、そこで暮らしている人たちがもう全く行政は当てにせず進めたっていうふうな形ですよね。だからそのよくその民活だとか民間にできることは民間にでとかいろいろ言うんですけれども、そのなんて言うんでしょうね、その行政の仕組みとは違うところでもうやろうと してる人、やらなければならないと思ってる人はもう動き始めてて、なんかそれも言ったら、まあ、ちぐはぐとまでは言わないけれども、なんかこうつなぐ何かがないですよね。そう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 、うん、でそれぞれも全く地域の中で、まあ、独立してやってる。で子ども食堂同士なんかもう少し手を結んだりするかっていったらそういうふうなことでもないみたいなところで、変に組織化してしまうのはおかしいなとは思うけれども、全くそういうふうなある意味孤立しながら成立してるみたいなところもありますよね。これ実際うちの振興町会内では町会の自治会の人たちがまあ協力しながら、自治会の会館使って子ども食堂をやってるような流れがあるんで、まあ、そういう意味ではまだ一つの地域として、
一体化してやってるいう感じはあるんですけど、そうでないところも結構多いですよね。だからなんか まあ、まとめちゃうと、まあ、いろんな思いはある、既存の組織がだいぶ、傷んできている、新しい芽はあるんだけれどもそれが結集できない、つながれる仕組みが、まあ、緩やかにつながっていく仕組みがない、そのあたりで、まあ、僕らがなんかこう何かできないかなというあたりが、まあ、スタートラインだということなんですかね。うん、我々が何かするというよりも、うん、何かそういうふうな形の流れが、作れるような、あるいはそういうふうなつなぎ手として実際になれる、つなぎ手となれるような形が今後作れないかなっていうのが一つの出発点ですよね。それで、いろんなインタビュー形式も含めてですね、レポートをしていく、していっていただくというような、まあ、記事構成をしていく形を取るんですね。まあ、今後、まあ、いろいろな形にはあまりとらわれずに、でもいろいろな視点、いろいろな人のその思いみたいなことを、うまくそういうことに、そういう住民の自治とか住民の行政参加みたいなところにつなげられたらいいなというふうには考えています。のでよろしくお願いします。でみたいなんで第1回目ぐらい